H2 ロケットは宇宙開発事業団と三菱重工が開発し三菱重工が製造した人工衛星打ち上げ用ロケット。日本の人工衛星打ち上げ用液体燃料ロケットとしては初めて主要技術のすべてが国内開発された。科学衛星打ち上げを目的とした宇宙科学研究所の一連の固体燃料ロケットでは 日本が世界4番目の人工衛星打ち上げ国となる。と、国産技術による開発が進んでいたが、科学衛星に比べて、大型の通信、放送、気象などの実用衛星を打ち上げる、液体燃料ロケットの開発を担当することになった。宇宙開発事業団では3世代目の H1 ロケットまで、アメリカのデルタロケットの技術を導入して、主要部のライセンス生産をしていた。 例えば H1 ロケットで国内開発が実現していた主要部位は第2弾、第3弾用エンジンや慣性誘導装置等のみで最も重要な第1弾用エンジンはアメリカのものであった。こうした状況の中、国内技術の進歩を図って高い信頼性と低コストで打ち上げを可能にし、1990年以降の2トン急性子衛星の 需要増加に適用することを目標に、1984年に H2 ロケットの開発研究が、1986年に開発が開始された。これと同時に、LE-5 開発の経験をもとに、初の国産第一弾用、エンジン LE-7 の開発も開始され、開発試験中の一人の死亡事故を含む爆発、 火災事故などの難航を経て1994年に完成した。また、個体補助、ロケットブースターも国産化し、初めて純国産液体燃料ロケットの開発に成功した。また、H2 を使用した衛星打ち上げを請け負う民間ロケット会社、ロケットシステムを1990年に設立している。そして、1994年2月4日午前7時20分。 1> 第1号機の打ち上げに成功した。LE-7 の開発が難航したため予定より2年遅れての打ち上げであった。この打ち上げで搭載した性能確認用衛星と軌道再突入実験機の地球周回軌道投入に成功した。その後1997年まで合計5機の連続打ち上げに成功したが、打ち上げコストは1機あたり190億円であるやん。 などの諸外国製ロケットより、はるかに高く、100億円以下が標準とされる、国際市場での競争力はなかった。これは、H2 の開発検討が始まった1982年当時の1ドル240円の、レートから円高が急激に進んだためであり、1号機が打ち上がった1994年には、1ドル100円台、前半であった。 このため打ち上げコストを半減するため、次世代の H、E やロケットを開発することが決まった。1998年の5号機、翌年の8号機と連続で打ち上げに失敗したため、原因究明と、AG や開発にリソースを集中するため、7号機の打ち上げをキャンセルし、運用を終了することになった。開発費は、 約2700億円で同じく前段を新規開発した欧州宇宙機関の主力ロケットのアリアン5シリーズの開発費約8800億円から9900億円の3分の1以下である。上段に用いられていた液体酸素、液体水素の組み合わせを第1段と第2段両方に利用する大型実用ロケットは H2 が世界初であった。 この推進剤の組み合わせは、肥水力が高く、燃焼後に、水蒸気しか発生しないため、オゾン層への悪影響が、ほとんどなく、環境との親和性が高いのが特徴である。ただし、大出力のエンジンが作りにくく水力が不足する、時にはブースターが使用されるが、ブースターの固体燃料に含まれる、火塩素酸アンモニウムの塩素成分は、オゾン層に悪影響を与えるほか、 燃焼時に毒性が強い塩化水素ガスを大量に生じさせる。H2 ロケットをもとに全面改良された次世代の h e、ER、アロケットとは基本的な要求性能が同じなので8号機の2段目は h e、ER、アロケットの2段目に置き換えられ使用されている。また JI ロケットの1号機には1段目に H2 の SRB が使用されているが2号機では HEA の SRB が使用されている。ホープや宇宙ステーション補球機は H2 の時に計画が始まり H2EA に引き継がれている。日本初の第一弾用大型液体燃料エンジンの LE-7 世界的にも少ない液体酸素と液体水素を推進剤とする液体燃料ロケットエンジンを二段式ロケットの両段に備え一段目には 水力増強のための大型個体ロケットブースターが2本取り付けられている。全体構成について、いかに、下から順に示す。中、レオ、低軌道、グソ、静止軌道、GTO、静止トランスファー軌道つくば宇宙センターの、展示機展示機に接続された LE-7、7型エンジン打ち上げ中止後、第1弾及び第2弾機体が、 ジャクサ種ヶ島宇宙センターの大崎第一事務所に保管されたままとなっており、現在、施設案内ツアーで見ることができる。2008年10月9日、国立科学博物館の重要科学技術資料第00023号として登録された。H2 開発時の試験機体の第一弾が種ヶ島宇宙センターに、第二弾が三菱重工飛島工場衛星フェアリングは、 津田空センター、SRB は、i h IA r o s ース、富岡事業所にそれぞれ保管されていた。保管にかかる費用などが負担になり、知事は廃棄する、ことも検討されたが、2007年4月21日に行われた筑波宇宙センターの特別公開に合わせて、約1億円をかけて輸送し屋外特別展示され、特別公開後はそのまま常設展示されている。 展示されているのは本体及び SRB1 機である。設置当初は LE-7 は装着されない状態であったが、2007年10月20日の筑波宇宙センター一般公開に間に合わせる形で、後から LE-7 が装着された。LE-7 装着部のカバーは部分的に透明の板になっており、配管の様子を見ることができる。また、試験時に接続する ケーブルなどの部分もビニール袋などで簡易な防水処理だけが行われている。なお、現在展示に供されている機体とは別に、実機と同じ構造で製作された H2 地上、試験機は試験後フライトモデルへと回収の上4号機として打ち上げられている。蒸気2機は実機を展示しているが、展示用の実物大模型としては、種子島宇宙センターの公園内にもう1機の 展示用模型が設置されている。また、つくばエキスポセンターと、弱殺のだ空センターのある、角田市、スペースタワーコスモハウスと、栃木県の栃木県子ども総合科学館と、鹿児島県の近郊湾公園の4カ所にも、H2 ロケットが建てられた状態で、屋外展示されている。ナスダでは、H2 の読みを、H2 で統一しているが規定ではない。h という読みや、 H-2 という表記も認めており、これらを使っても誤りとは言えない。NHK では H2 で統一している。文化放送の梶原茂の本気で、どんどんで H2 を特集した日に、番組開始当初は H2 と呼んでいたが、番組の途中で H2 が正しいとした。以後、文化放送では H2 で統一されている。ありがとうございます。